はい、ネオ内部派展4日目です、積山美沙先生の、今日の一枚はこちらになりますね。自分の花とキャプションがついてしまっていますけれども、作品の方にはこれ何でしょう、ホームって読むんですか、オウムでしょうかね、お花って書いてありますので、作品に書いてある方が正しいと思うので、ホーム、うん、オウムの花なんでしょうね。この辺りが、まあ、黄色くこうなってますよね。霧なんでしょうかね。彼岸花がこうありますね。こちらね、お隣にあるこの青い彼岸花の作品とこう並べてこう展示してますけれども、こうね、青と黄色で補色になってて、すごくあのサイズも同じですし、なんかすごくバランスがいいですよね。こちらね、なんとなくどうでしょうね、このお花の半とこのお花の半がもしかしたら同じなのかなってちょっと思うと違うかもしれませんが、尾形光琳なんかもね、あの柿つばたの中で、下絵を、同じ下絵をこう場所を変えて使って、こう、まあ、お花たくさん描かれてますけど、柿つばたが表現したりとかしてますけど、そういうような表現かもしれないですね。いつものようにこの彼岸花がね、すごくよく細かく描かれてますね。技法的にはリトグラフですね、石版画っていうことなのかな。今はね、あまり石版を使わないようですけれどもですね、凸版になるんでしょうか。空がね、すごくたくさんの色が使われていて、でこうインクもこう重なってて、こういい感じですよね。空は少しそうやって重なっていて、サイドが落ちていて、お花がちょっとあのサイドが高いという形ですね。はい、積山美沙先生の今日の一枚は、まあ、多分こちらが正しいと思うので、この黄色い霧の花、オウムの花、オウムの花でしたと。はい。